腹筋って実はうつ伏せで行うだけで簡単に効くんです。普通腹筋っていうのは上を向いた状態で体を動かします。人によっては体が起こせれない、首が疲れてしまう、腰が痛くなる、腹筋効いた感じがしない、そういったことが起きてしまいます。そこで今回うつ伏せでお尻を持ち上げるだけ、それだけで簡単に腹筋に効きます。たったの30秒、一緒にやってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回うつ伏せでお尻上げるだけの腹筋メニューということで、たった30秒でお腹にしっかり効かすことができるので、一緒に真似してやってみてもらえたらと思います。たったの30秒なんですが、今回中級者方向けにですね、3セット一緒に頑張ってみましょう。1セット目っていうのはやはりあまり筋肉を使わないように体力温存してしまうので、2セット3セット行うことでしっかり腹筋に効かすことができます。ですがこれは1セットでも本当に効きます。うつ伏せで動画を見ながら一緒にやりましょう。それでは紹介します。まずうつ伏せで寝ます。スマートフォンは顔の前に置いてもらって、このままでうつ伏せで寝るんですが、肘の位置が肩の下ではなく普通に前に出してください。この状態で足を閉じて膝をついたまま、お尻をグッと上げます。高く、クッ、クッ。今のお尻を上げることで上体を起こす感じと同じように腹筋が使えてます。そして上半身と下半身で引き寄せ合う感じでお尻を持ち上げるので腹筋に負荷が加わります。これを30秒間一緒にやってください。できれば息を吐きながらお尻を上げて5秒ぐらい吐き続けてゆっくり戻ります。もし辛い方はお尻を上げる下ろす、上げる下ろすといった感じでもいいです。これをやっていけば腹筋必ず効いてきますんで、上体をこうやって起こす腹筋難しいよって方はこれをしてください。それでは30秒間頑張っていきましょう。ペースは任せます。迷う方は真似しながらやってください。それではいきます。腰をしっかり丸めてお尻を上げます。スタート。こういう感じです。グッグッ、お尻しっかり締めて、強い方はこういう感じ、お尻上げてキープ、しっかりね、腹筋を効かす感じで、だんだん効いてきますから。 OK、 さあ2セット目いきましょう。お腹の疲れが取れないうちにいきます。スタート。グッとお腹をね使ってください。腰痛い方はね、しっかり丸めてお尻を締めてください。徐々にね、お尻が変なフォームになるので、しっかりお尻を締めて、オッケー。さあラスト、お腹がだいぶ温かいと思います。このまま腹筋効かしていきましょう。いきます。スタート。ラストです。しっかりお尻を締めて、頑張って、効いてきた、オッケー。お疲れ様でした。体がねなかなか起こせれないっていう方は、今回のうつ伏せからの腹筋やってみてもらえたらと思います。このパターンとしては、膝をつけずに体をキープ、もしくは膝をついてお腹を持ち上げた状態でキープ、そういったやり方もおすすめです。ただ普通に腹筋を鍛えたいよって方はですね、今みたいに上げたり下げたりっていうのを繰り返すと腹筋鍛えられます。でお腹が疲れてくると、どうしても
腰が反れてしまったり上半身に力が入りすぎてしまったりするんで、そこは何度かやっていくとコツがつかめてきます。使ってる筋肉以外はできるだけリラックスするっていう意識をしてみてください。なかなかお腹に効かす意識っていうのは難しい方は、お腹以外に力を入れない意識というのを心がけてやってもらえたら、しっかり腹筋にね意識が向いて効きやすくなりますんで、今回のうつ伏せ腹筋3セット腹筋鍛えたいよ、寝たまま体起こせれないよっていう方はね、何度もやってみてください。頑張ってやってみた方、よかったらグッドボタンや感想をコメントで教えてください。腹筋効いたよとか効かなかったよとかいろいろあると思いますんで、そこはアドバイスさせてもらいますんでコメントください。各種 SNS やってますんで、よかったら説明欄からリンク見てもらってフォローもしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。